皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はマグネット粒子がコロコロと動いて見えるビー玉ネイルの作り方をご紹介します。まるでビー玉のようにコロコロと爪の中で動く様子がとってもユニークなこのデザイン。マグネットジェルを塗った後、磁石の当て方を工夫するだけで作れちゃいます。今回は磁石の当て方がメインになるデザインですので、動画を見ながらぜひ真似して作ってみてくださいね。それではどうぞ。今回はネイルチップに塗っていきますが、地爪に直接塗る場合はネイルケアをして、爪の表面に軽くヤスリがけをして、エタノールで油分除去をしたら、ベースコートを塗ってライトで硬化したところから始めましょう。まずは下地のカラーを塗っていきます。ビー玉っぽくするには、下地のカラーを地爪が透ける半透明なカラーにしましょう。今回はこちらプリジェルのソーダドロップを爪全体に塗り広げます。全体に塗り終わったら硬化します。一度塗りだと薄い場合には二度塗りをして硬化しておきます。次にマグネットジェルでビー玉のようにコロコロ動く模様を作っていきましょう。まずはマグネットジェルを爪全体に塗り広げます。全体に塗り広げたら、四角い磁石を準備します。この四角い磁石で、爪の中心一点にキラキラを集めます。まずは爪の右側から、磁石を横にして、ゆっくり横から近づけて、キラキラを左側に寄せます。少しキラキラが左に寄ったら、今度は爪の左側から近づけていって、右側にキラキラを寄せます。こうすると爪の真ん中にキラキラの帯ができます。続いて今度は磁石を縦に持ち替えて、マグネットの粒子を爪の中心に集めていきます。磁石の角を使ってアルファベットの U を描くように素早く動かしていきます。これを下からと上から、横からといろんな方向から攻めていって、爪の中心に点を作るように粒子を動かします。もし粒子がジェルの下に潜り込んでキラキラしなくなってしまった場合は、一旦ハケでジェルを撫でると粒子がまた元に戻るので、もう一度やり直しましょう。マグネットジェルの粒子を爪の中心一点に集めたら、今度は磁石を斜めに当てて、一点に集めた粒子を少し広げていきます。上下左右から斜めに磁石を当てて、少し広げていきます。説明を聞いてもよくわからないと思う方も多いかもしれませんが、
一旦この通りに磁石を動かして爪を動かして見てみてください。そうするとこんな風にコロコロと光が動いて見えてきますよ。ここまで出来上がったら硬化します。最後の仕上げにノンワイプトップコートを爪全体に塗り広げます。全体に塗り終わったら硬化します。これで完成です。マグネットの粒子が爪の真ん中でコロコロと動き回るビー玉のようなネイルデザインに仕上がりました。ビー玉のようなマグネットアート、いかがだったでしょうか。磁石の当て方を変えるだけでコロコロと不思議な動きのある輝き方にすることができますので、皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。